私 と、この三宅一同っていうのがですね、フィリピンに住んでおりまして、2人揃って日本にいるのはかなりこうレアということで、はい、ね、あ、皆さんいい時に来たんじゃないでしょうか。いやだ、もう俺様だね。フィリピンで、個人を運営してましてね、30人ぐらいの子供と暮らしてます。お前はフィリピンで、なあ、フィリピンで何でしょう、うんうん、IT 企業を運営しております。以上、社長さんでございます。はい、意味が分かんない。で、お前はフィリピンで何してるの？僕はですね、うん、ギター弾いてました。ギター弾いてました。もうね、貧しさって何よって、豊かさって何よって。そうね、フィリピン貧しい国って言われてるんですけどね、住んでみるとこれがまたとても住み心地がいいんですよ。逆にこう、時々日本に帰ってきた時にね、乗った電車がちょうど満員電車でさ、それがなんかこう人身事故で止まってさ、でこう40分ぐらいその中にいるんだけど、全員ずっとこうやってさ、隣の人と一言も喋らないでずっと待ってるわけじゃん。いや、ね、こう火星人とかが地球に来た時にさ、うわ貧しい星だなみたいなものかね、これね。どうなんだろうな、まあ、みたいなことを考えてね、ちょっとはい作った歌があるので、じゃあここらでさすがにそろそろ歌を歌います。超平成があるんですか、地雷が埋まってるんですか、中流軍がいるんですか、無差別テロがあるんですか、貧しい国、貧しい国、貧しい暗いって話だよ、ね、え何なのこの閉塞感はっていうのがね、まあ、俺は満員電車に乗ったからしょうがないんだけどね、この閉塞感みたいな、ね、いや、狭いのはいいんだよ、うん、狭いのはいいんだけどさ、隣の人と喋ろうよ。いやいや、本当に入ってきてすぐ思うのは、うん、要はさ、うん、コンビニもそうだし、あと、なんだろう、駅の改札とかもそうだけど、うん、誰とも一度も話もしないし、うん、コミュニケーションも取らなくていい、うんけど、すごいストレスない。わかる。なんだろう、いや、日本って喋らなくてもさ、結構全然、そうそう、ね、何も考えなくても動けるわけです。動けちゃうね。最近すごい、スーパーで袋いりませんでしょ、うん、あれも言わなくていい。もうカードがもう袋いりませんカードっていうのをわざわざカゴに入れて。マジで言えばいいのに。言えばいい。海外で暮らすときに、スーパーみたいなものがないと喋、うん、らないと買い物ができないんだよ。俺ブルガリアって国に住み始めた時に本当に買い物ができなくて初陣にかけたんだよね。だってな、売ってくねえんだもん、喋れないからブルガリアも喋れない。そうそうそう。なるほど。でもだからこそ俺すっげえ一生懸命頑張ってブルガリアを勉強したんだよ、うんうん、っていうのがさ、日本住んでると俺日本語勉強するのって大変だと思う。日本住んでると一度便利になったらもう二度と不便は、ね、無理ですみたいな、うん、なんだっけ、よく言ってんじゃん、電力会社の人たちが。言ってね、一度便利なね、不天気なのある暮らしをあれしたら、もうそれがない生活はできない。逆戻りはできませんみたいな、よく言う、よく言う。てめえらキャンプすんなよって思って。絶対休んなよ。エアコンのある部屋から出るな。もう山も登るな。だからやっぱりみんなもやっぱ何だかんだ言って求めてんだよ、不便を求めてます。あなたは求めてると思うよ。ねえ、アボリジニのあたりにいた人がそうだね。そうそうそう、ね、音をしてしまって将来どうなるんだろうとか、ね、俺らとか将来どうなるの。俺に聞くな。ねえ、結構みんなに心配されるんだよね。ねえ、うん、俺はみんなのことが心配だよ。そうだよ、うん、俺も皆さんのことがとても心配です。どんな便利なところで暮らしても覚悟はいると思うよ、うん、してんの。俺はそれなりの覚悟して暮らしてるよ。覚悟してますかね。覚悟して生きてんの。はい、俺はしてるよ。覚悟は覚悟して生きてる。覚悟ないね。した方がいいよ。生きてるやつをキリギリスと言って、ね、毎日働いてるやつをアリって言ったりしますよね。アリとキリギリス、ね、でキリギリスも結構頑張ってんだぞっていうね。キリギリスなりに。
言いたいこと言わないとなと思って。あ、うん、なんか言いたいことがあったんでしょ、昨日ずっと我慢してた。ちょっと言っちゃったんだけど、昨日原子力というやつですよ。原発ね、はい、ね、原発ネタ。俺らがフィリピンで、ね、でもさ、ね、俺らには言ってみればさ、いち早く日本から逃げ出した人たちじゃないですか。逃げたその俺らがこう、ね、日本の原発のことをとやかく言うというのは結構こう、ね、こう感じ悪い話ではあるんだけれども、やっぱりこれはしとかなきゃな的な話なんだよな。っていうかね、ここまでの間に原発のことを考えたことがあるっていう、今日一日、あ、考えた2人しか、3人しか、なんか住みにくい国になってねえかなみたいな、日本が、うん、住みにくくしやがってと、うん、で誰に怒りをぶつけていいのかわからん、うん、わかる、まあ、わかんねえな、まあ、東京電力には友達もいるしな、ね、仲のいいところ、あいつのせいなわけではないっていう気もするみたいなところを考えるとさ、で1日1回は思い出そうよみたいなさ、うん、なんか玄関にこう貼っとくとかね、でもね、どうせ見なくなんだよ、そんなのさ。じゃあもうなんか日常に、うん、なんていうの、いつもやってることにもう組み込んじゃう、組み込む、うん、例えばこう原子力とかさ、うんうん、放射能とかいう言葉を組み込んでしまう、なるほどね、うん、言葉の理解だ、そうそう、じゃんけんの、うん、じゃんけんをやめて、うん、じゃんけんパーツにするとかね、知ってますね。でもちなみにじゃんけんって俺毎日しないと思うけど、今日じゃんけんした人、やばいやばい、ほらいねえよ、じゃんけんパーツはあんまり意味がない。広島の人たちはね、うん、あのね、うん、相づちにね、うん、それを組み込んでる、相づちに、うん、原子爆弾のことを組み込んでいる、もう絶対忘れない、これは。そのために思い出す、そう、なんかさ、うん、こう、うん、俺が相づち打つようなこと言うと、ちょっとこの辺熱いよな、こうじゃのほら、すごいでしょ、広島の人すごくない？その度に思い出してんだ、広島の人は。それまでは、相づちはですよねだったんだ、それのギターにかけるあったった、見えたった、あったった、見えたった、見えたかどうだか食べてみよう、知ってる小説のタイトル、これ山梨だよね、山梨、これね、福島で変えた方がいいと思う、うん、まあ、そのぐらいけど、あとね、皆さん読み直してみてください、結構ね、予知能力者かみたいなそうそうそう文章ですから、そうそう、俺は日本が好きっていうとさ、うん、右翼かみたいな、そうそう、ね、で君が代って歌はさ、あるじゃないの、ね、日本の歌っていうか、うん、天皇の歌とか呼ばれてるけど、うん、あれはそんな歌じゃないぞっていうね、うん、江戸時代ぐらいまではあれだったんだよね、結婚式の時に歌われると、あれはさ、歌だったらラブソングだよね、まあ実はラブソングだったの、うん、でラブソングが国家の歌なんてないよ、国家歌っていう国はね、国家、ごめんごめん、そうだね、そう、君がよく言ってたあの喫茶店で君がよく呼んでた私を見つけたよ話してた健康食品や君が四つも入った卵の生地を見つけたよ君が
珍しいよなと思ってね、この曲ができたら。いや俺の歌は全部ラブソングだよそうか、さっきのよく言うじゃん、こう自分のことを大事に思ってないと人のことも大事に思えないみたいな。ああ出たね出たね出たね、はい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 、うん、自分のことを大事に思ってたりするんだ。あ、俺が俺は自分が大好きさ自分のことが大好きさっていう時の俺ってさ、自分ってさ、うん、同じものかな。あ、わかるこれ、うん、あのほらね、テカルトさんの言った我を思うゆえに我ありのさ、1個目の我と2個目の我ってさ、うん、こう我の階層が違うみたいなことって意味わかる？なんとなく メタだよね。あ、そうそう、メタ自分っていうことさ、その自分の心の中にいる本当の自分の中の心の中にも本当の自分がいたりしてさ、ね、でそいつの心の中にも本当の自分がいたりなんかして、自分のことを考えているより客観視したこう一段高みに立った自分なわけじゃん。なんかこいつの方がなんか偉そうじゃん。でもこいつもさ、でもこいつのことを自覚した瞬間にこいつを自覚している自分じゃない。全てのこうシステムのことを自分っていうのかっていうのを俺が考えてこれが自分って決めてたら、その決めてるやつが本当の自分っぽいみたいなところでさ、気をつけてないとこのことばっかり考える。でもそれって自分が好きってことなんだろうね、それはね。だから自分を好きになるっていう時の主体は何よ。自分なのそれ。それを聞けば、ね、キルケゴールを読まなくてもいいだよ。お聞きください。死に至るやばい。ワン、ツー。歌を歌うことの歌を歌い、詩を書くことの詩を書こう。言葉のことを言葉で綴って。計画を立てる計画を立て、日記について日記に書いて、考えることについて考える。で測るみたいな愚かなことじゃないのか。俺自身は俺が俺なのか、自信はないのだ。俺は俺なのか、俺なのか、俺は俺なのか、俺知らない人、初めてって人。ああそっか、じゃあやっぱりあれだな、ちょっとあの紹介しないといけない。紹介しないといけないか。いやもういいんじゃない。ここまでの45分ぐらい多分ずっと俺とお前の自己紹介だよ。自演っていうのがね、自作自演、うん、俺ももう全部自作自演だからね。そうね、うん、ね、自分が育てた学生たちが仕事がないなと思ったら、いや作ろうと思って、うん、そう、それで会社にしてたわけなんだけど、うん、ね、学生自分で教えた学生をそのまま雇う、自分で雇う、うん面倒見がいいね。いや自作自演なんだよ。自作自演ね。そうそうそう。いや、あ、ちなみに俺は自分で孤児を生み出してるわけじゃない。いや、俺は卵は嫌いなんだっていうキャラ作りをしてるんですよ。意味がわかんないし。キャラ作りじゃねえよ。本当だよ。あとね、俺お前に言ってるんだよ。個人やってるんですよ、この人。個人やりますよ、30人の。俺ちょっとこれは言いにくいんだけど、ロリなんじゃないの？そういう趣味ではないけど、うん、今までのあなたのですね、はい、女性遍歴を見てるとですね、明らかにロリなんだよね。あ、でも未成年に手を出したことはないですよ、私は。ないないです、ね、ないですよ、ないない、はい、あ、ロリっぽいのが好きなんだよ。ぽいって何？ぽいとは何か？いちご味っぽい。あ、俺いちご味嫌いだな。でしょ？なんだ？難しい。難しくなった。うん、ね、これ以上喋ると本当にボロが出るので、歌って終わりにします。はい。卵が嫌いなふりして生きてきました。さ
Thank you.